私たちのお手伝いをしてくれるって聞いたよ。これからよろしくお願いします。それもあるけど、ほのかちゃんと海ちゃんとは小さい頃からのお友達なの。幼なじみですね。思い返せば昔からほのかに振り回されてきたような気がしますね。あはは、行き当たりばったりで申し訳ない。ほのかちゃんのおかげで毎日が楽しくて楽しくて幸せなんだ。あ、ほのか、小テストの直しが終わってないではありませんか。今日中にという話だったでしょう。でももう部活の時間になっちゃったし。部活は大事だよ。直しは明日頑張るね。言い訳はいけませんよ。学業だって部活と同じくらい大事です。海ちゃん、ケチ。ケチとは何ですか。当然のことを言っただけです。あれ、二人とも落ち着いて。待ってください。お願いがあるの。ほのかちゃん、ほのかちゃんの3分を小鳥に貸してください。一緒に小テストの直しを終わらせちゃおうよ。ほのかちゃん、お願い。小鳥ちゃん、ありがとう。海ちゃん、3分だけ待ってて。今すぐやっちゃうから。仕方ありませんね。小鳥、ありがとうございます。さっきはびっくりさせちゃってごめんね。本当はいつも仲良しなんだけど。二人ともしっかり自分の意見を持っているから、たまにぶつかっちゃうことがあるんだ。でもそれはほのかちゃんと海ちゃんがお互いのことを信頼してるからかなって小鳥は思うの。そうなのかな。そうだったら嬉しいな。ほのかちゃんと海ちゃんが学校でも部活でも楽しくしていてくれることが小鳥にとっての幸せだから。あなたには分かっちゃうんだね。小鳥たちの関係がずっとずっと続きますようにって小鳥はいつも思ってるんだ。二人がたくさん頑張ってるから、小鳥も負けないようにサポートしなくちゃって思ってます。